も全力ぶっちぎりマキピロくんとリオでございます。はい、モンストニュースがありましたのでモンストニュースのまとめのお時間でございます。はい、ちょっとねびっくりするような発表もあったんですけど、うん、まあとにかく情報をまとめましたので皆さんに情報を提供したいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まず天魔の古城が登場ということで、はい、まあもうスタートしてますね。今日からね。はい、バトル突破報酬がちょっと変わりましたよと。はい、うん、要は空中庭園と試練のまあ両方の突破回数、うん、うん、突破回数、突破合計数、うん、これだな。これによって報酬が変わってくるということで、はい、まあ、90まで行くとコネクトスキルの書がまあ毎月もらえるんだよね、うんうん、これはかなりちょっとアドバンテージがねこう広がっていきそうで怖いなっていうのはあるんだけど、お、まあ、とにかくコツ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 ちょっとクリアできるところまでちょっと皆さんクリア目指してみてください、うん、であとは公式の YouTube チャンネルでリルキーとホマリオン、はい、なんと空中底辺初制覇目指すとね。結構しんどいと思う。頑張ってほしい。やばいよね。ようやるなと思って。まあヘルプの皆さんがどんだけ頑張るかやね。頑張ってください。はい、お次はコースを選んで最大100連アゲンガチャ開催中、うん、で開催期間が明日8月2日金曜日11時59分までとなっております。おー、まだの人急いで。おー、で忘れてそうやなってやつにちょっと連絡しちゃってみんな、うん、お昼までやぞって。おー、ちょっともう今すぐ行けやつ今すぐ行けって言うとってください。お、あとですね、夏のモンスト20戦限定確定10連パック、はい、こちらなんと動画の方上がっておりますので、こっちよかったら、こちらの方もまだ見てない人は見てください。はい、信号鉄アイクモン先端恐怖症ですかねこれね。痛そうやなあれ、まあ、目ん玉刺さっとる感じ。目ん玉にこう刺すぞーらみたいな感じ。いやいや怖いわ。8月11日日曜日19時からとなっております。お、気がついた人おるかな。え、珍しいね、初降臨日曜日って。あ、そう、後で喋ります。はあ、あれじゃないの、お盆初日とかじゃなくてそこなんかな、分からんけどね。これですよ。ああ、来ましたね。期間限定イベント、モンスト夏休み2024開催、アルファガチャ。アルファガチャです、うん、開催期間が8月2日の金曜日12時から8月16日。いや明日やんと思って。あ、そうや明日や。8月16日金曜日11時59分までとなっております。はい、そうなんです、明日なんですよね。なんでこう休暇ない、いつも。あれじゃない、考察あんまりこう作らすとまずいからっていうのもあるんじゃない。こっちのこともちょっと考えてほしいよ。いやいやいや、それは考えねえだろこっちが勝手になんかそれを仕事にしてるだけだからさ。はい、詳細情報いきましょう。はい、はい、サクッといきたいと思います。ノールスアルファ、うん、かわいいね。アングルがいいね。なんかあれやね、この子は どうも下からアングルが多いのかね。ああ、確かに言われてみればそうね。なんか下からこのでもね、このちょっぴりムチムチ感がいいね。あ、肌も白い、はい、こちらのキャラクターはなんとエンベズラの適正キャラクターになります。おお、霊術やね。おお、最新のやつか。おお、で攻撃力の上がるアビリティが超バランス型の補正、超アンチワープ、あと魔封じ L と足封じ L を持っております。お、4つのキラー L、うん、友情コンボがバウンドチャージ、うん、あと全敵調教毒メテオとなります。お、この全敵調教毒メテオが非常に怪しい。なんでかって言ったら適正キャラクターで毒キラー持ってるキャラクターいないんで。あ、これなんか来るやつやん。そう絶対なんか来る。うわ、でストライクショットの方が8プラス8ターン貫通変化、自強化、あと壁に触れると反射に戻ります。まあ、要は変換パネルの影響を受けないっていうところがまあ大きな感じになってくるんじゃないかな。うん、うん、いやー、このキャラクターは普通にちょっと怖いね。怖いなー。うん、何と組み合わせるんでしょうねなんか来ると思いますよこれは。いやー、プンプンします。ね、はい、お次のキャラクターがシマサコンアルファ。でかい。あ、そうやな、このキャラでかいって初めて知った。うん、確かに知っとった。もうなんか人プチュって潰されるような、うん、知らんかった。何、アルファじゃないよ、シマサコン。うん、通常のあれ、進化前のイラスト見るとちゃんと人もちっちゃい人乗っとったわ。あ、そうなんや、うん、はい、特徴の方はまず攻撃力の上がるアビリティがウォールブースト M とアップポジションキラー、うん、おー、最近ポジションキラー活躍しとんな。ポジキラ
だからウォールブースト M なんで 2.0 倍やんか、うん、4つ壁触れると、うん、そこにアップポジションキラー絡んでくるんで、まあ、結構火力は出せるキャラクターになってくるかな。うん、友情コンボが超強グリッターボール、おー、あと友情アップ、うん、珍しいね、友情アップだけって。あ、そうなん、友情フィールドとかなんかそんなにすればよかったのに友情アップにしてきた。これがねちょっとねなんか意味あるんでしょうね。ほう、よくわかりませんね。おう、うん、でストライクショット、うん、これもまたちょっと変わってんだよね。集めるだけ8プラス8だ。ショット前に味方を集める。結構さ、SS 打って停止後に味方を集めるっていうのはあるじゃん。うん、だからショット前に味方を集めるっていうことはこれなんかやらかしますって。多分これ何、この島サコアルファ自体は動かないってこと。いや動くんだけど、うん、集めてから動く、集めてから動く。あー、そういうことか。例えばコピーとか。あー、うん、あ、なるほどね。そういうことだと思うけどね。あー、うん、これはちょっとよくわからないかな。うん、うん、ただただちょっと怖いよね。なんかしでかすためにつけてるとしか思いやんから怖いのが続いてますね。そうなんですよね。うん、でしかも貫通なんで、うん、まあある程度ねちょっと停止位置とか、あ、調整できそうな気もするからこのグリッターボールで悪さできるんじゃないかな。あ、はい、お次は激輪アルファ。イラストなんか一体だけおかしない、この手の入れようっていうかさ、うん、この周りがすんごいね。あと火属性なのに最後に発表したんだよね。ああ、確かに、うん、プンプンします、プンプンしますっていうかね、このキャラクターめちゃめちゃ怖いです。おお、はい、特徴の方はまずこのキャラクターって豪鉄カカゴセテクの適正キャラクターというかいけますよというキャラクターになります。いけますよ、はい。だから正直他のキャラクターと比べるとこのキャラクターめっちゃ強いよねっていうのはちょっとクエスチョンかな。うーん、まあ、強いには強い、絶対強いんやけど、うん、むちゃくちゃ強いかって言われたら、うん、っていうちょっとよくわからんような状態かな。はあ、うん、加速って怖いよねとかちょっと思ったりとか、 あとコピーってカカゴセデックって絶対そんなに光らんよねっていうのがあって、うん、あれれれれっていう感じだよね。うん、うん、で攻撃力の上がるアビリティは超バランス型の補正と超アンチワープ、うん、友情コンボがコピーとユースピアップとなります。うん、でストライクショットが13プラス8ターン、一定期間の自強化&オールアンチ、うん、これは通常の激凛と一緒やね。うん、だから多分やで、ね、このキャラクター2体編成で使うんちゃうかな。ほう、うん、あと政宗とかと組み合わせるんかもしれん。これカカゴセデクかな、なんか違う気がする、違う例ですとか違う気がする、なんか持ってくるぞこれ怖いななんか持ってくるぞ、なんかやるぞこいつ。え、3体とも危ないやんこれ。そうなんすよまあ詳しい情報の方は考察動画の方でちょっとお伝えしたいと思います。はい、はい、降臨キャラクターですね。イラストやばない、このリップレ。うん、これめっちゃ好きなんだけど。めちゃめちゃ可愛いな。なんかあの、なんならガチャキャラより好きめちゃめちゃ可愛い。うん、これガチャでもおかしないよこのレベル。いや、BBQ やん？BBQ やってる。 BBQ BBQ 可愛いやん可愛いけど。そしてカロムニバンス、カロニムバンスやな、カロニムバンスか、カタカナ弱いねいいね、オイル塗りたい。いいね、オイル塗ったことないな、そういえば塗ってって言われて、ありますか皆さん、一度でも人生の中で塗ってみる。いや、いいわいいわって言われたなんか本音出ちゃった次行きたいと思います。身の危険を感じた。はい、お楽しみボックスが登場でございます。おー、これはありがてえ。得玉いっぱいもらえるやつだっけ。いっぱいはないか。いっぱいではないけどある程度はもらえるな。そうだね、うん、いや、得玉ね、しっかり回収しましょう。うん、戦型の賞とか、あと英雄の賞とかね、うん、この辺ももらえますので、はい、はい、俺はちょっとトラベルベルがちょっと枯渇してきた。あ、そうか、はい、トラベルベルめちゃめちゃ欲しいです。お、あと開封ボーナスにストライカーカードがもらえる。うん、そして、はい、アルファガチャの復刻でございます。あー、来ますね。期間がちょっと短いので注意してください、うん、8月5日の月曜日12時から8月7日の水曜日11時59分までとなっております。はい、あと朗報ですね。お、
8月4日の日曜日0時から8月8日の木曜日23時59分までですけど、うん、期間限定クエストが再登場、初期に復活します、はい、オーブ回収できます。 あとこの中でもまあこのキャラクターは作っといた方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、トヒーナとかですね、結構豪絶とかで使えるキャラクターもいるので、うん、まあ全然作ってねえよっていう人はこの辺作っとくといいんじゃないかな、うん、サマイラもなんか使った覚えあるな、うん、はい、お次は天使の箱と悪魔の箱開催。何かわからへんかったやつやな、これな。これなんやろうって言ってたやつやな。ずっとな、話題やったやつや。これ、ガチャかなと思ったら、なんとオーブがもらえるイベントでございます。ありがとうございます、待ってました。開催期間が8月4日の日曜日0時から8月4日の木曜日23時59分までとなっております。おお、詳細情報なんだけど、うん、1日1回天使の箱、悪魔の箱どちらか選ぼう、選んだ箱によってオーブが獲得できるチャンスということで、これがとんでもない仕様になっております。おはい、ドーン。なんかすんごいことになったんぞ。恐ろしいで、これうわ、みんなどうする。いや、これもう一路的には悪魔しかないんじゃないですか。はあ、当たり前っすよ。これも悪魔しかないでしょ。悪魔来る。通常でもさ、これ悪魔の方が得じゃない。要は20個捨ててギャンブルできるってことでしょ。そうだね。うん、いいじゃん、ギャンブルしようぜみんな。悪魔のささやき、すごくない。あ、俺このために運貯めてんのかもしれやん。そっか、うん、どっからそのチーム湧いてくるんや。いや俺多分なんかそんな気する。そんな気する。俺引ける気がする。いや絶対無理やと思うよ。俺引ける気がする。え、でもこれさ、全部200個出る可能性もあるんやろ。すごい確率な。すごい確率やけど。そうやな。そら1000個ってこと。オーブ。そうやな。やばいね、やばいね、やべえ。でも普通のガチャよりさ、パーセンテージ的には高いね。ちょ、そう考えるとさ、ガチャクソやな。やばいよね。クソやな。簡単なお仕事やろ。あ、簡単なお仕事。ガチャに比べたら、あー、これ楽勝ですわ。あ、言ったりますわ。はい、ただ、あれ10連とかやからな。そうや。10連でぶち抜けんやつが何言うてんねんって感じやけどな。うん、簡単な仕事。いや、もうどう考えてもむずいやろ。はい、あと美空の受信課会の発表がございました。えら変わったね。でもね、このキャラクターってもともとはスペックは高かった。うん、詳細情報いこう。はい、まずコネクトスキル、自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と線形が異なるキャラが2体以上、うん、となります。いつも通りですね。はい、でアビリティのまとめですけど、攻撃力が上がるのが超バランス型の補正、超アンチダメージウォール、カウンターキラー、マインスイーパー M となっております。うん、あと特徴としては SS 短縮を持っております。おう、優勝コンボが超強十字レーザー EL、うん、ゴストが持ってるやつじゃないかな。おー、あと6方向爆撃、はい、だから優勝コンボを誘発させやすいキャラクターでもあるから。うん、ストライクショット16プラス8ターン、自強化、敵を倒せば倒すほどパワーがアップ。おー、これ結構やばい。敵ドン、敵ドン、敵ドンは敵に触れたらっていう感じやから。あ、そか、倒せば倒すほどなんで。敵倒すドン。やめとけやめとけ。絶対事故るから。はい、スカルクエスト、はい、豪絶シュリンガーラ、ディビジョン、うん、爆絶にぎみ玉、超絶重い金アストラル、超究極がジャルジメルト、覇者31ファーストシーズン、うん、となります。はい、まあこの31ファーストシーズン適性結構なんか狭いっていうか、昔からやってる人は持ってるキャラクターって結構いるんだけど、うん、ちょっとしんどいキャラクターもいると思うから、うん、まあ、こういうところで使えるキャラクター増えたのもいいんじゃないかな、うん、ただこれいつまでなんやろね。いつまでファーストシーズンやっとるやろってちょっと思ってたなあ、うん、もう結構経つよね。次行かへんとかちょっと思ってた。うん、だひょっとしたら周年まで来んのかな。じゃ周年でも言うてもそんなに気にしないでもな。うん、ひょっとしたら結構早めにあれってなる可能性もあるよね。ワクワクのミーは過激盛り、あとね即必殺積んでおくといいと思う。うん、うん、24ターン SS ターン短縮持っております。うん、やけどまあこのキャラクター服ある程度2体とか編成するんであれば1体は即必殺つけた方がいいんじゃないかなと思う。うん、まとめです。はい、現環境だと使いどころは超究極ジャルジメルトや覇者のと31
これファーストシーズンの方ですね、はい、になります。殴り火力と友情火力はそこそこ高いです、うん、カウンターキラー適用時のストライクショットは結構な火力を出してくれそう、はあ、スペックは結構高く4ギミック対応で今後活躍の場をねさらに広げれるかっていったところがポイントになるから、うんうん、まあスペックはもともと高いキャラクターだったけど適正クエストがっていうところあったんで、うん、でもまあ対応ギミック増えたんでどっかで適正もらえそうな感じはするんやけどね、うん、わかりませんは。そんなみそらちゃん8月6日の火曜日12時より解禁となります。はい、いやこれもう終わったやん。これ終わりましたよ。これもうそう選べるグッズ、額入りミニアート、商品化、800社のキャラクターを決める投票実施。これもうなんか本日5時頃だからあの投票開始でもう30分後に終わってました。早すぎんかね。先着順だったよね。そうだからもうこれ終わっちゃってます。はい、終わってます。まあ結果はね、結果を楽しみにしましょう。そうですね。はい、おすすめ来週のラッキーモンスターです。はい、まず猛角、うん、こちらは爆発友情3ルシファー1 50秒ぐらい。おお、まあ、これはまあいつも通り結構早いのでまあ簡単に作れると思います、うん、で問題はお次のキャラクターです。ああ、戦北韓北なんやけど、これちょっと気づいた人おるかな。全部降臨キャラクターなんです。ほう、そうだからカミーユっていう適正キャラクターおるんやけど、うん、このクエストってこのキャラクターがめちゃくちゃ光るんですよ。へー、で少々めんどくさい、うん、時間かかる、どうしても、うん、2分30秒ちょっとかかってるよね。そうね、うん、星5制限の中でもまあそこそこかかるんやけど、ただちゃんと星5のキャラクターこれ作っといた方がいいよっておすすめしたやつを作っとってくれたら、うん、なんと404で周回できると公認で。おお、すごいね。これがね、ガチャゲンで他強いって言ったらほんとカミーユぐらいやから、カミーユ持ってない人はマジこれ積んだ方がいいと思う、うん、うん、っていうかカミーユの次ぐらいにこのキャラクター2体来る。へえ、すごいな。はい、なんでよかったら作ってみてください。はい、2分30秒ぐらいね。うん、とはちょっとラッキーモンスター、はい、今回非常に珍しい感じで、そうね、俺も初めて降臨4で紹介した。おお、うん、まあ、それぐらい結構マジでね超レア、うん、だからまあもし作ってる方いたら、うん、ぜひぜひこうやってみてください。はい、はい、総まとめいきましょう。はい、8月2日の金曜日12時よりモンスト夏休みアルファガチャがスタートします。はい、8月4日の日曜日0時より天使の箱と悪魔の箱開催、うん、8月5日の月曜日12時より夏アルファガチャが復刻します。はい、8月6日の火曜日12時よりみそらの中心閣会、うん、8月7日の水曜日12時より覇者の塔がスタート、うん、8月8日の木曜日16時よりモンストニュース、うん、8月11日日曜日19時より信号絶アイクモとなっております。すごいね、なんか毎日のようになんかある感じだね。そうやね、うん、先週がスカスカやったからね、うん、今週はなんか結構いろいろあるなっていう感じはします。はい、はい、ちょっと途中で喋ったことなんやけど、うん、まず8月11日やね、日曜日、はい、新豪絶アイクモ、うん、これ日曜日に降臨って超絶レアなんやね。へー、うん、だからこれがひょっとしたらよくわからん、なんでこうなったのかよくわからん、だいたい金曜日やね、いつも。だからさっき言ったお盆に合わせたっていうところひょっとしたらあるかもしれないけど、ちょっと気にした方がいいんじゃないかなって思ってるかな。ほう、一応ね、豪絶コルロ、これ6月28日金曜日初ゴール、うん、となってるんで、だいたいやっぱり金曜日です。なるほどね、うん、だからひょっとしたら来週の妄想ニュースなんかでかいのあるんじゃない、コラボかかもしれんな。そうやな、でもコラボのためにこの豪絶の日にちをずらしたっていうのは考えにくいから、何なんでしょうね、わかりませんけど。わかりませんな、うん本当にお盆に合わせただけなのか、うん、それともこのモンストニュースで何かあるのか、うん、だから、まあ、とにかくね来週のモンストニュース楽しみにしておきましょうということでございます。はい、はい、お隣のワンちゃん吠えておるので音声の方入っていたら申し訳ないはい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、あと皆さんのコメントの方もお待ちしております。お待ちしてます。特に天使の箱と悪魔の箱、これについてお待ちしております。あー、どっちあるかね。はい、以上今回の動画この辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るはい、せーの、いい目見るよありがとうございました。ありがとうございます。
ドジっ子出たね。今日もドジっ子出たね。ドジじゃないもん。ここに机があるのがいかんのや。ちゃめちゃくちゃ言っとんな。じゃああのね、毎日なんかやるんですよ、この人。やらへん。物を落としたりとか。だね、毎日言われて、はい、はい、はい、ドジっ子、はい、ドジっ子って。最近すごい言うよね。だって、自分がドジっ子って認めへんからや。ドジじゃないと思ってるから。おかしいやろ。で、娘のユイナはドジやと思ったんだよ。もうティッシュ取ってくる。何やねん、もう。おまけやって、これ。もう悪いやって。